社長社長、今日の企画いいですか？この前ダブルス聞いたじゃないですか、大事なこと。今日はやっぱりみんなが聞きたいシングルスを聞こうと思ってるんですけど。あ、じゃあ自分用なしっす。あ、いつでも用なしだ。ちょっと前さ、滑ってるね。はい、はい、そこ待って、はい、カメラ止めて。はい、頭下げて、全然してシングルスで一番大事な練習というか大事なこと？思うこと一つあるんだけどさ、みんながフットワークとか、はいはい、ストロークとか、はいはい、ネット前とかって言うと思う、はいはい、そこじゃないと思う。そもそもさ、フットワーク大事だと思うし、はい、ストロークも大事だと思うんだけど、やっぱこれバドミントンってさ、難しいのってさ、コート決まってんじゃん、はい、広さが、はい、サッカーみたいに広くないじゃん、はい、でもサッカーみたいに広くないけど、サッカーのあの広さでもステップってあるじゃん。あ、ありますね。こうなんとかターンとかさ、はい、あります。あんな広い、あの、何、広い距離でもあんだけステップするわけ、はい、ということは俺バドミントンの進入するバドミントンもそうなんだけど、一番大事なステップなんだ。これね、俺多分こう無理、間違ってないと思うし、はい、この考え方も多分俺だけだと思うよ、はい、ステップじゃないから、要はもう足回りだから、足回りのステップ、無駄のないような人もさ、はいはい、やっぱ強い選手はさ、ステップしてるもんね。ああ、じゃあこの上手い選手と強い選手もやっぱ試合に勝ってる人はステップしてる、うん、してるし、速いですね。速いよね、はい、こんなこと言ったらちょっと、まあ、今回はちょっと桃田のね、はい、ビクターアクセルスを上げたいと思います、はいはいはい、こんなこと言ったら、はい、あの桃田に怒られると思うし、はい、アクセルスに怒られると思うんですけども、はい、明らかに2人の違い、